ここ数年、豪雨と関連して登場するようになった言葉が。線状降水帯とは、発達した積乱雲が文字通り線状に連なったものです。5年前、福岡県朝倉市や東峰村などを襲った九州北部豪雨でも、線状降水帯が大雨を降らせ、甚大な被害をもたらしました。このような豪雨による被害を最小限に抑えようと、気象庁が今日から始めるのが線状降水帯の予測です。線状降水帯が発生する可能性があり、大雨の恐れがある場合、気象庁が半日から6時間前に発表します。対象となる地域は九州北部など大きな単位で出されます。ただその精度について、福岡管区気象台の榎本予報官は、4回予測してですね、そのうち的中するのは1回程度のまだ精度ですね。さらに発表がないのに発生する見逃しも3回に2回程度あるということです。非常に難しいとされる発生予測、その精度を上げるための国主導の研究で重要な役割を担っているのが福岡大学です。こちらの装置がですね、水蒸気ライダーという装置です。この装置を使ってですね、大気中の水蒸気の量を計測しています。白石助教の研究グループは、線状降水帯の元となる大気中の水蒸気がレーザー光を反射する度合いを調べ、どの高さにどれくらいの量の水蒸気があるかを計測しています。福岡大学では去年、おととしと長崎県と鹿児島県で線状降水帯が発生する前の水蒸気の計測に成功しました。白石助教は、予測精度の向上はもちろん、複雑な線状降水帯の発生メカニズムを解明する一助にもなるのではと話します。水蒸気のライダーを使うことで、データの予測精度が向上できたっていうところは確認できてますので、水蒸気データの質も、なるべく改良して、データを集積していくことで予測精度の向上にもつながるんじゃないかと思ってます。同じく国の研究に参加し、副大のデータなどから予測した線状降水帯の情報を活用しているのが、九州北部豪雨の被災地、東峰村です。やっぱり最初始めた頃に比べると、今すごく良くなっていると思います。東峰村での実証実験は、線状降水帯の発生が予測された場合、フロアのどこからでも見える位置に置かれたモニターにその範囲が表示され、いち早く確認できる仕組みになっています。線状降水帯ができたとなってくると、雨が降り続けるよっていうのが分かります。で、そうなってくると、みんなとにかく逃げさせようという計画になってきます。他の気象情報を補う材料の一つとして活用しているということで、命を守る情報につなげるため、今後予測精度のさらなる向上が求められています。